トレーサーはフォードが製造し、マーキュリーブランドで販売していた普通乗用車である。マーキュリーにおける最小クラスの車としてデビューし、二代目より北米版フォードエスコートの姉妹車となる。マーキュリーディビジョンにより販売されるため、他のマーキュリー車と同様、内外装の装備がエスコートよりも豪華となっている。また、全世代において、マツダファミリア、 フォードレーザーをベースに開発されている。1987年、旧式化したマーキュリーリンクスに代わるマーキュリーディビジョンの最小クラスを受け持つ車として発表された。ボディ形状は3ドアハッチバック、5ドアハッチバック、5ドアステーションワゴンが用意された。ベースとなったのは BFK 松田ファミリアであり、デザインはファミリアの姉妹車であり、日本やアジアオセアニア、 反太平洋地域ですでに発売されていたフォードレーザーとほぼ変わらない。またエンジンも直列4気筒1.6リットルのマツダ製 B6 型を搭載していた。製造期間は短いが、これはベースとなったファミリアが1989年にフルモデルチェンジを実施したことにより、モデルレンジの整理を行ったためである。1990年フルモデルチェンジを実施。 同時に、トレーサーは全身であるリンクス同様に、エスコートと姉妹車の関係となった。ベースとなったのは、BGK ファミリアで、デザインはやはり、レーザーとほぼ同じである。ボディ形状は4ドアセダンとステーションワゴンで、エスコートには存在した3ドアハッチバッククーペとも、ドアハッチバックは用意されなかった。このモデルの LTS は、雑誌。 カードライバーの1991年のカードライバーベスト10に選ばれた。1997年エスコートと同時にモデルチェンジ。ただしプラットフォームは BHK ファミリアのものは用いられず、旧型のプラットフォームを改良したものを用いており、実質的に先代のスキンチェンジ版である。ボディ形状は先代同様4ドアセダンと5ドアステーションワゴン。 セダンのデザインは今までのレーザーを元にしたものから独自の丸みを帯びたものとなった。ステーションワゴンは先代のボディをそのまま用い、フロントマスクをセダンと共通のデザインに変更している。エスコートに用意されたハイパワーエンジンが用意されないなど大きな魅力に乏しいトレーサーは販売不振により1999年に生産を終了しモデル消滅。 ボブキャットから続く系譜、3世代、約25年の歴史に幕を下ろした。1999年に、米国運輸省道路交通安全局のテストを受けた。結果は、以下の通り。2010年はじめフォードは3代目フォーカスのバッジエンジニアリング版として、トレーサーを復活させることを計画する。当時販売不振にあえぐマーキュリーにとっては、 ブランドの最高もとい延命がかかっていたが2010年の夏、フォードはマーキュリー部門の廃止を発表。トレーサーの復活は幻に終わった。トレーサーは追跡者を意味する英語である。ありがとうございます。